こんにちは動画ファンの成田です今回は便利な gmail のショートカットキーをご紹介いたします、えー、gmail 便利なメールサービスなので、えー、お仕事やプライベートで活用されている方も大勢いらっしゃることと思います、えー、そんな gmail なんですけれどもメールの処理というのは、えー、たくさん来れば来るほど、えー サクッと作業を終わらせてしまいたいたものですよね返信したり既読にしたり削除したりといろいろな作業があるんですけれどもキーボードのショートカットキーを設定しておきますとキーボード一つでさまざまな作業を行うことができますのでメールの処理がとてもスマートに簡単に早く行うことができるように なるのでではないでしょうか、えー、そこで今回はその Gmail のショートカットキーの、えー、設定方法そして簡単なショートカットキーをご紹介してまいります。ではまず Gmail のショートカットキーを設定していきたいと思います。基本的には、えー、デフォルト最初の設定のまんまだとショートカットキー使えるようにはなっておりませんので、えー、ショートカットキーを使えるようにしていきます。 えー、それではまず Gmail にログインをしていただきまして右上の歯車のマークですねこちらをクリックします。そうするとこのようにメニューが出てまいりますので設定こちらをクリックします。 はい、そうすると画面切り替わりまして設定画面が出てまいります設定画面出てまいりましたらこの全般というところですねこの全般タブのまま特に他は開かないでいいですこのまんまで少し下へスクロールをしてくださいそうすると真ん中あたりにキーボードのショートカットというこのような項目がありますで、これ今オフになっておりますのでオンこれに チェックを入れてそして一番下まで行って変更を保存こちらをクリックしますはいそうするとこれで画面切り替わりまして、えー、ショートカットキー使えるようになりましたでは実際にショートカットキー、えー、どのような キーがあるかと言いますと、えー、解説ページ開いてみてください動画の右上のアイマークもしくは動画の下の説明欄から解説ページ開くことができますでショートカットキー実はたくさんあるんですけれども、えー、個人的に私が思う、えー、よく使うであろうショートカットいくつか、えー、少しだけ ご紹介をさせていただきます、えー、新しいメールに1つ移動古いメールに1つ移動それから、えー、一覧のページに戻る「スター」をつける返信転送削除既読にする、えー、これをご紹介してまいりますではまずメールを開きまして今じゃこの新しいメールですねこちらを開いてみましょう。 この状態で、えー、先ほどのじゃ今一番新しいメールが開いてますので古いメールに一つ移動 J を押してみましょうキーボードの J を押してみますそうすると一つ前のメールになりますまた押すともう一つ前またもう一つ前というふうに一、えー、つずつ古いのになりますでは今度は 新しいメールに1つ移動、これは K ですね、K を押してみましょう、そうすると1つ新しいもの、新しいもの、でこれが今、一番新しいちょっとテストメールというのを送ってあるんですけれども、このメールが一番新しいので、ここまで戻ってくることができました。1つずつ、えー、メールを新しくしたり、次のメール、次のメールというふうに送ることができます。えー、また、 この一覧ページに戻る U というショートカットキーなんですけれどもこここののの状態でで U を押すすとと一覧のページに戻ってくることができますえなお先ほどの、えー、K とか J のショートカットキーですね新しいのに1個移動したり古いのに1個移動したりという、えー、K と J の、えー、ショートカットキーなんですがこの一覧ページでも できます今一番新しいメールにあるんですけれども J を押すとこのようにこの左端のブルーの線が移動していくのがわかるかと思います。j をを押押しししてて古いやつ k を押して新しいややつつ k 新というふうに1つずつ移動することができます。ではこのテストメールを使って続いて、えー スターをつけるですねこの「スター」大事なメールとかにはあのこの「スター」マークをつけて自分で分かりやすく色分けをしていたりすることがあるかと思いますけれども「えー、S」のキーを押しますそうすると黄色がつきましたでこれ「S」を少し間開けて押すと消しますで続けて押すとこのように色を変えることができます。 ので、えー、通常黄色になるんですけれども場合によっては、えー、と赤にしたりとか青にしたりとかというふうにこう「S」を何回か押すことで色を変えたりマークを変えることができます。少し時間を空けて押すと「スター」を消すことができます。 えー、続いて返信ですね、えー。いただいたメールに返信を返すというときですね。ではこの状態で、えー、返信は R R がショートカットキーです、えー。この状態で R を押してみましょう。はい、そうすると返信画面が表示されてすぐに本文が打てる状態になりました。 続いて「転送」ですね。えー、いただいたメールを別の人に転送するときは「F」になります。ではやってみましょうこの状態でキーの「F」を押します。そうするとこのように、えー、相手先を選ぶところにカーソルが来ておりますね。これですぐに転送ができるようになりました。 はい続いて削除です。削除はシャープのキーになりますね。ちょっとやってみましょう。えー、キーボード、シャープを押すときはシフトを押しながらになるかと思います。シャープを押してみます。そうするとスレッドをゴミ箱に移動しましたという表示が出てきて削除できました。では最後ですね。えー、既読にする。 既読にする場合はシフトを押しながら i のキーになります。じゃあ今これがえっと元に戻りましてちょっとじゃあ未読にしてみましょう。これでやってみましょう。今このテストメール未読になっています。えー、対象のメールを選択してシフトを押しながらキーボードの i を押します。そうすると既読になりました。 えー、ダイレクトメールのようなメールはあの内容を読まないけどとりあえず既読にしておくなんていうこともあるかと思うんですけれどもこのような方法で既読にしておくとと便利だと思います、えー、このようにいくつか簡単なショートカットキーは、えー、解説ページで紹介をさせていただいておりますのでこのぐらい覚えておくとメールの作業が、えー、ぐっと手早く。 スマートになるかと思いますこれ以外にも実はたくさんのショートカットキーがあります、えー、Gmail のキーボードショートカットの詳細リンクをその下に貼ってありますこちら開いていただきますと Google の Gmail のヘルプページが開きますでこちらを開いていただくと、えー、項目ごとにショートカットキーが表示されております、えー、と作成とチャットだと、えー、こんな ショーートトカットキーですねまた書式設定とか細かく操作、えー、ここに削除とか返信とか転送とかありますけれどもこんな風にに全てのショートカットキーこちらで確認することができますので、えー、私はもっとこういったものをよく使うのでショートカットキー知りたいなという時はこちらを参考になさってみてください。 えー、毎日チェックするメール、G メールのショートカットキーを活用して、えー、ぜひスマートにメールの作業を行ってみてはいかがでしょうか。それででは以上ととなりりままます最後までありがとうございました